えー、今回のユーチューバー紹介はコテノさんですねチャンネル登録なんと5万人いるんですけどもまだ4本しか動画上げてないんですよしかも動画を上げるペースが数ヶ月に1回一体なんでこんなことになってるんでしょうね私はねすでに他のメディアで人気だったと思うんで例えばこちらですねえっ、ー、とこのツイッターとインスタグラム2つやってるみたいなんで多分ツイッターでね 40, 万人ほどのフォロワーさんんがいいいらっしゃるんじゃるじないかなかと思いますねちょっと行ってみましょうか。はい。どうでしょうか。あれアカウントは存在しませんなってますね。じゃあ、インスタグラムかなインスタグラムも相当な人数いらっしゃると思うんですけども、ゼロですね。アカウントが非公開なんだ。うんちょっとどんな。 方かよくわかりませんけどもこの多分コテノさんで検索するとさらにわかるんじゃないかなと思いますもともとどこかでね名前を売った方とかもしかしたらローカルタレントの方とかねメディア出演をされていてすでに認知度がある程度ある方なのかなとか想像しちゃいますまあ普通動画を作って4本で5万人の登録者ってことはないんで他のメディアなり他のマーケットで 一世をを風靡さされれたたた方方ファンをたくんん持たれてる方なななじゃいいかなと思いますね、うん、まあこういうのはね、本当に YouTube を始めるときに、ああ、たったこれだけでうまくいくんだ、というふうに勘違いしちゃうような例の一つです。あのそんなことはないですからね、どこかで必ず、えー、チャンスをつかんでいた方だと思います。例えば、これで検索してみるとね、わかるかもしれませんけども、小手野さんね、ここにいましたね、あなるほどね。 これが本アカウントなんだ。ツイッターのアカウントを変更してるんですね。サブアカとかっていうのをやってますよね。4万フォロワーいらっしゃるんだ。うん、なるほど。ツイッターで温泉場を巡るような動画をたくさん出して、で、それで YouTube に誘導してるってことなんで、これはツイッターのフォロワーさんとあの同じぐらいの人数、YouTuber さんのファンがつくと思いますね。あ、フィンティア。でも、 コンテンテツ販売されてるんですよねフィンティアはね、個人のコンテンツを販売するのに特化したサイトなんですよ。ですんで、こういったお色気系のやつをね、販売してるのはありえるな。なるほどね、はい。だんだん分かってきました。はい、あのやっぱりちょっと、お色気系のところから YouTube にいらっしゃって、YouTube で新たなる集客をして、そこから販売コンテンツのサイトの方にね、メディアの方に誘導するって形なんですね。 うん。なるほどね。はい、えー。一つの例を申し上げました。それではまた。